原油安にもかかわらず電気料金が値上げされます太陽光などの再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まった3年前の夏は一般家庭で1月6910円のうちの66円が再生エネルギー向けに上乗せされていましたが その後、高い値段で契約した発電が次々に始まり、去年5月は1月8058円のうちの225円が、そして今年5月からは倍増の474円となります。この一面に広がる太陽光パネル、こうした再生可能エネルギーの発電が急激に増えたことが、家計に多くのしかかってくる原因となっています。 固定価格買取制度で電気代に上乗せされる額は、5月から標準仮定で月474円、年間で5688円と2014年度の倍以上に増えます。これは政府が再生可能エネルギーの導入を促すため、当初 1kWh あたりの買取価格を42円や38円などと高く設定しましたが、その契約分の運転が次々と始まったことが主な要因です。 今後高い契約分の発電が増えるため家庭の負担もさらに増える見通しですクリーンエネルギーを普及させるためには増え続ける負担を利用者がどこまで我慢できるかが鍵となります